セバスティアン・ニエグレンレデスマは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。妻は、スウェーデン人であり、彼女の弟のセバスティアン・セナトレは、ウルグアイ生まれのスウェーデン人、サッカー選手である。初期の経歴1999年に、モンテビデオ・アンダラーズ FC からデビューし、2003年に、 強豪ナシオナルモンテビデオに移籍した。2004年にはコパリベルタドーレスに出場したが、2月12日の CDL ナシオナル戦後のドーピング検査でコカインの陽性判定が出て、6ヶ月の出場停止処分を受けた。エグレンはアンデス地方で広く飲まれているマテ茶が原因であると主張し、この試合が2800メートルの高地基地で行われた試合であったことなどから、 出場停止期間は短縮された。その後ワンダラーズに復帰するが、ノルウェーリーグ13連覇中のローゼン・ボリビー K からオファーが届き、北欧のクラブへの移籍を決意した。2006年途中にスウェーデンのハンマルビー・イフにレンタル移籍すると、すぐにファンのお気に入りの選手となり、12月5日に3年契約での完全移籍を果たした。 ビジャレアル c f 2 0 0 8年1月30日、スペインのビジャレアル c f にシーズン終了までの契約でレンタル移籍した。マルコス・セナとセンターハーフのコンビを組み、チームの2役心に貢献すると、その活躍により5月20日に完全移籍し3年契約を結んだ。移籍金は130万ユーロ。2008から09シーズンには移籍した。 星子がつけていた背番号6を継承した。12月6日のヘタフェ CF 戦では前半、終了時点で0から3と大差をつけられたが、81分の自身による遺跡後初得点などで3から3の引き分けに持ち込んだ。2009年2月25日の UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、パナシナイコス FC 戦ファーストレグでは、 フリーキックからヘディングでゴールを狙ったがポストに阻まれた。4月7日の準々決勝アーセナル FC 戦、ファーストレグではフリーでヘディングを放つ場面があったものの、決められなかった。4月15日のセカンドレグでは、相手選手を倒して、イエローカードをもらった同胞のディエゴ・ゴディンへの判定に、納得がいかずに審判に抗議し、自身が2枚目のイエローカードを受けて、退場になった。 このシーズンはリーグ戦32試合に出場した。2009から10シーズンの10月22日、UEFA ヨーロッパリーググループステージの SS ラツオ戦で欧州カップ戦初得点を記録した。しかし、2010年になると、下部組織出身のブルーノソーリアーノにポジションを奪われ、イタリアのラツオへのレンタル遺跡がまとまりかけたが、メディカルチェックで高血圧と診断されたため、 遺跡は破断となった。アイク・ソルナ2010フィーファワールドカップのメンバー入りを心配し、2010年2月19日にスウェーデン派者のアイク・ソルナと契約した。ビョルン・ウェストレームフットボールディレクターによれば、この遺跡は厳密にはレンタル遺跡ではなく、エグレンは同年7月1日までビジャレアルとの契約上の義務を負わないとされた。しかし、 契約切れの1年前までにスペインに戻ることになっていた。アイクはかつてエグレンが在籍したハンマルビー・イフのライバルクラブであり、3月10日にはハンマルビーのサポーターがアイクの練習場に乱入して練習を妨害する事件が起こったため、クラブはエグレンを警察の保護下に置くことを決めた。アイクでは守備的ミッドフィールダーとして起用されることが多かったが、ミカエル・スターレ監督は 攻撃的ミッドフィールダーやセカンドストライカーとして起用することを好んだ。スポルティングで基本2010年7月7日、フリートランスファーで、スポルティングで基本と3年契約を結び、スペインに舞い戻った。クラブリベルタ以後2012年7月26日、リーガパラグアージャのクラブリベルタに移籍。翌年7月からカンピオナーとブラジレーロセレビーの S.E. パウメイラスでプレーし、1年でのセリエ A 復帰を経験した。2015年2月13日、アルゼンチンプリメーラディビシオンの C.A. コロンに加入した。同年7月25日にフルスであるナシオナルと契約を結び、10年ぶりに母国に復帰した。2001年7月13日、コパアメリカ2001グループリーグのボリビア戦に途中出場して、 ウルグアイ代表初キャップを刻み、同大会で3試合に出場して、準決勝進出に貢献した。最終選考で落選したために 2002FIFA ワールドカップには出場できなかった。北欧のクラブに移籍したために、しばらくの間は代表から遠ざかったが、スペインのビジャレ RCF に移籍して、再召集されるようになり、 2008年5月28日のノルウェーとの親善試合ではヘディングで代表初得点を挙げた。8月にはキリンチャレンジカップのために来日し、日本戦で同点ゴールを決めた。なお、この得点の7分前にはオーンゴールを喫している。2010FIFA フフワールドカップ南米予選の代表メンバーにも名を連ね。 2009年9月9日のコロンビア戦では81分にクリスティアン・ロドリゲスに代わって途中出場するとその6分後には試合を決定づける3点目を決めて勝利に貢献した2010年6月に南アフリカで開催された 2010FIFA ワールドカップにも出場しグループリーグのフランス戦に出場したチームは準決勝に進出したが フランス戦以外に出場機会はなかった。2011年には、コパアメリカ2011に出場し、どの試合も途中出場だったが、母国の15回目の優勝に貢献した。2015から16シーズン限りで現役を引退。翌シーズンよりナショナルのアシスタントコーチに就任することが決定した。ありがとうございます。